遠藤さん、なぜか香川と比べられてしまう。バックパスばかりで香川の再来だよ。香川がバックパスばかりになったのってモイモイが監督になってからで、ファーガソンが監督だった時は普通に前向きのプレイしてたぞ。香川ハリアタイで見てたけどバックパスって印象派ないだろ。とにかく序盤派パスサッカーでルーニーに気に入られてた感じだよな。まあスポルティング森田くらいの格だよな香川って。このままカラバオだけで終わったら香川岡崎に並ぶどころか南の以下に終わるな。所詮香川派ビッグクラブでは何もできなかった選手だから遠藤以下だよ。香川に関してはぶっちゃけユナイテッドさんが使い方を間違えたとしか言えんわ。実際ドル時代派アーセナルやシティ相手に活躍してるし、ユナイテッド辞めてからで戻りした後も活躍してるし、遠藤ってさ結果が出てない時は味方からも疑われ、今のこのスレみたいに世界中のレジェンドからの素人まで好き勝手言われて叩かれても全く気にしないでプレーに集中してたんだろ。すごいメンタルだよなー。